どうもエクゼです今回やる脱出マップは、としこもりという脱出マップ、短編のマップをやっていこうと思います。説明によると、ホラー要素があるでも、いきなり現れるやつではなくて雰囲気的なやつらしいんで、そこまで、 怖くないとは思うけどまあやってみるしかないでしょう隙間があるって言ってたからさ、ね、え普通にあるとは思えないアイテムが。 いってらっしゃい。あこれ。前書きダウンロードありがとうございます。とマップは短編雰囲気ホラーのダッシュプツーマップです。雰囲気ホラーなのでいきなり驚,驚かせるみたいなことはありませんが、通りの中に少し残虐な表現が含まれているので。 苦手な方は通りを見ずにプレイしてください。うん。はい。で次。注意事項が答えを入力する謎は1枚の紙に書いてお願いしますと。ルーペを連続で使用するとバグることがありますえバグることはバグることはありませんが。 チャットがうるさくなるので控えてください。あなるほど。エスキマーり、謎解きあり、30分ぐらい。雰囲気、ホラー。で、ルーペね、ここで。トーマップでは、ルーペというアイテムを使う場所があります。場面があります。ルーペは、打ちながら、真上でスニークすることで、その場所を調べることができます。 調べられる場所は限られており赤く光っているものが目印になります。あのちょうど出てるやつ右下にまた仕様によりワールドを読み込み直した際ルーペの反応が鈍くなります。まあ、少し待てば戻るよってことねマルチプレイは関係ないはいあルーベ来た 以上を読んでくれたあなたにはお試しのルーペをプレゼント。何も書いてない。ルーペ。なんか、隠し要素。隠し要素ってわけじゃないのか。ここで、ルーペ。あ私は進学を専攻している平凡な学生。 先日駅前で興味深いチラシを見つけて、某所の小さな集落に向かっている。何でもその村では、年こもりという初詣の由来となった由来となる風習が今でも行われているらしい。村にはお邪魔して大層な歓迎を受けたところまではよかったのだが、目が覚めると私は、社殿。 の中にいた。なんか、監禁されたの外出られるのあ、出ら、出られない。外出られない。知るか。いや、探しがいのあるマップですな。あ、ルーペ。今言ってたルーペ。携帯用、イントブック。携帯用って何 ああ、なるほど。これか。まあ、持ってよこう。ヒントって何ヒントこちらはヒントブックになります。どうしても行き詰まった時や次にするべきことがわからない時、チラッと覗いてみてください。最初にやるべきこと。あ、まあ、詰まった時に見よう。できるだけ詰まらないようにしたい。これは ?L。 あ調べられるところがあるけど関係あいけんのかこれ調べられる井戸だ部品が欠けていて動きそうにないどうなのかあなんか井戸だ井戸の部品は全部で3種ある 隠してない隙間ないない隙間おっこんなところに祈ってみた何も起こらないそれだけ図書図書館おっあった 汚れ,て汚れていて読めない何か服なんか文字が書いてあるっぽいあなんかまたある、はい、古びた本が並んでいる比較的新しい本を取り出したあ取り出してた鬼でかがるか答えは 2って看板ゼロ。0なんのこっちゃあこんなとこにもあるはい紙こんだけ下とかなんかないおなんかある暗証番号あ ここ開くためのやつ。あここにもあった。使えるものがないか、物置をあさってみた。縄と瓶。縄と瓶。あ、部品か。縄と、あこんなところにあるじゃないか。切れ端に。光るで紙。 各圧に乗るこれ、第1と2を合わせて、合わせる合わせて重ねて呼ばんとダメな。鬼出るか。で、なんか書いて感圧に乗るみたいなね。ガルハテナ。鬼が出るか。 矢が出るかってこと鬼か蛇ってことだからって鬼かあここか俺のことを言ってんのかあ髪が永遠に手に入るあれこんなとこあったっけさっき初期 手記の一部、私たちは年子りの風習について調べるためにこの村へやってきた。村人たちはよそ者の私たちを手厚く歓迎してくれて、大晦日だというのに一日中面倒を見てくれた。この社殿の中では携帯も時計も使えないので、代わりにこの手記に調べた情報を書き留めておこうと思う。 か4月1日年こもりというのは大晦日の夜から元旦の朝まで神様が祀られている神社で寝ずに過ごすという風習だ元旦の朝になれば村人が迎えに来ると思ったのだが昼になっても人が来る気配はない仲間の一人がしびれを嫌いして勝手に出て行こうとしたが玄関にはいつの間にか石が積まれていた積まれてた 俺も積まれれてた。出られない日。ついに息をまたいでしまった。玄関に積まれた石は明らかに人工的なもので私たちは騙されたのではないかという不安を頭がよぎる。幸い,なの,幸いなのかわからないがこの社で社神社には井戸水と米俵が貯蓄されていた。 村人たちには申し訳ないが、このまま閉じ込められるくらいなら神社を壊すという選択肢も視野に入れるべきかもしれない。3日。仲間が朝から壁を壊そうとしたり、石を崩そうとしたり、懸命に頑張っているが、どうやらここにあるボロい工具では難しいようだ。私は暇なので、ここの神社にある本を読み漁っている。 村人たちが来る気配はないページが破られた跡があるえああんなとこシュルカーあるじゃん。浮かないあっシュルカーこんなとこにあったレバー どんな感じで探さんとダメなのかさすが隙きまたえは紙に書いて感圧板に載せろということにか出るかエビってことエビって書けばいいってこと 違うのかな。えび。えびって書けばいい。じゃってこと。あ。えびで合ってた。じゃあ、ずっと答え言ってたんだ。時間の感覚、ああ、1月8日。時間の感覚が少しずつおかしくなっている。 仲間たちは今後についてさんざん揉めた結果、神に祈るという、なんともアホ臭い結論へ、結論で納得してしまった。私はというと、得体の知れない神に祈りを捧げるのも気持ち悪いので、本を読みあさって、ここで信仰している神の名を調べている。12日、おっきい飛んだな。どうやらこの村では、 到着心という神様を信仰していることが分かった。到着心がどういうものなのかは書かれていなかったが、私の記憶が正しければ土地に住み着く荒々しい神様だった気がする。そんなものに祈りを捧げてしまって大丈夫だろうか。荒々しい神、地震とか起こすってこと また飛んだ20日。備蓄してある食料が底を尽きた。人数が人数なの,なので2ヶ月は持たないと覚悟していたのだが、仲間連中が貴重な食料を神に捧げるとか言って外に放り投げた時はさすがに切れた。確かに。26日、私の体内時が正しければ。 もうすぐ1ヶ月が経過する。ここで一つ嬉しい誤算が生まれた。先日、ひどい雨で、付近に雷が落ちたのだが、この影響で壁に、壁に少しひびが入った。ここを地味に削れば、なんとか脱出できるかもしれない。問題は、もう1週間近く何も食べていないこと。ラページ炙られてる。 売ってるアイテム。え。どうしたらいいの、これ。これをどうすればいいの。あ、これ持ってルーペで調べたら、直してくれんのか。 あ、井戸修理したあレバーができてたんあっああああ水汲んだってこれかで水汲んで汚れている壁を掃除してあげればいいのかなはい10。 1010これが暗証番号になるのあ正解上にあったわ3時初期329日仲間が2人死んだ突然のこと だがある程度覚悟はしていた。一人は餓死、貴重な食料を外に放り投げたやつ。あの日からガンガンなんだっけ食を拒み続けていたので、私たちよりも早く限界が来てしまったのだろう。あ固くなにな。もう一人は祭壇を壊そうとしたやつ。 こいつが少し不可解な死に方をしていて、朝起きたらまるで大木に押しつぶされたみたいにぺちゃんこ。目の前の祭壇で祀られているのは本当に神様なのだろうか。涙の跡がある。おい,おい、なんかすげえ飛んでな、ね、いまた1ヶ月。仲間が全員死んだ。 私だけがしぶとく生きながらえている。死因は大抵餓死か圧死。神は信仰した者は餓死、否定した者は圧死。なぜ私だけが生き延びているのか不思議でならないが、いつ潰されるかわからない恐怖で夜も寝られない毎日が続いている。3月になった仲間は服と骨だけになってしまった。 このまま行けば私も1週間程度で同じところへ行くだろう。物思いにふけっているとひび、ふとひび割れた壁のことを思い出した。仲間の死に動揺してすっかり忘れてしまっていた。藁にもすがる思いで壁を調べてたとき、私はその不条理にえずいてしまった。 ひび割れていたはずのあの壁がどこを探したのも見つからなかった乱暴にページを破いたとかマジでえー、壁が勝手に修復されてんのまあ花植えるかはいあおええー 何,何何何何、えー、何神の裁きか花植えてあげたのに。えー、そんなひどいことすんの柱が増えたし、管轄もあるし。何この管轄版。もう一回調べてみる。祈ってみる。 変わんないよね、そりゃ。何も起こるはずもなあし。何これ。矢印。矢印だから、なんだというんだ。なにをどうすれば。なんか変わってたりする。 あなんか変わってる。は柱と蛇の方角をそれぞれ合わせて祈りを捧げよ蛇の方角をそれぞれ。蛇の方角。ね、えー、牛。し。 ほらうあつみってことでいいのかなあれ 柱と蛇の方角をそれぞれ柱と蛇の方角どういうこと柱と蛇の方角ってえーどういうことですかちょっとヒントを見るべ の方を書かれているようにそれぞれの方向を合わせる必要があるのですが、柱の方角はこの神社にあるさまざまなオブジェクトの向きを確認してみてください。こちらの方角 上のカボチャが回ってんのか。いや、それは気づかんかったわ。ってことは、このカボチャか。カボチャの向いている方向ってことか。なるほど。そういうことか。それは気づかんかった。カボチャが回っていることには全く気づかなかった。カボチャ見つめ合ってる。 あとかぼちゃだっ,ったっけかぼちゃか違うな。あこいつらかもしかして。スケルトンの頭か。なるほど。スケルトンの頭だ。い。これだ。これでいけるはずだ。のり捧げた。あ出口で現れた。 これで変えれるあれなんかズボンがある服もあるなんだなんだ服の中のアイテムを取り出した脂肪ツールえ何何 交通レンガ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 えなんだっけ交通レンガというパッド出てこないんだけどあったーあったわ井戸の奥にあったわ交通レンガあ ここがひび割れてた場所かやった、俺は帰れるぞ私は暗い、薄暗い森を抜けて一心不乱に走り回った。街の明かりを浴びる頃にはもうすっかり日が昇り始めていた。あれから数日経ったが、特に霊障の被害などにはあっていない。しかし、私は神社に行くことをひどく嫌うようになった。 神様というものを恐れるようになったのも原因の一つだが、巫女服を見るたびに、え、なんだっけ。力強く生き抜いた初期の持ち主のことを思い出しても胸が苦しく、胸が苦しくなるからだ。巫女さん。あ、あれ ?4 を持ってた。いつの間にか。 9日、先日、怒りと悔しさで頭が真っ白になり、階段の壁をめちゃくちゃに蹴ってやったのだが、その時、バキッと音がして壁の一部が崩れ落ちた。一瞬、希望が差し掛かったが、その先に見えたのは青い空ではなく、薄ぐれないホラー穴だった。ホラー穴にありえない量の骨が散乱しており、私はその時、犠牲者が私たちだけではないことを初めて悟った。 洞窟の中にあったのは骨だけではなかった石の棒に面がついた長い地蔵のようなものそしてそこに書かれた名前私はその名前に見覚えがあったおうミシャーグジ様古来より祀られてきた汚れた者にたたりをなすといわれる 土着神この社殿にある4本の柱も蛇についての文献も神とは思えぬその所業もそしてここにある石坊もここで祀っているのがミシャグジ様なら全てが説明ついてしまうその時脳内で全てのピースがきれいにはまる音がした私たちはとシゴモリ体験という罠にはまって生けにされたのだ 到着進行している地域の中には、その恐ろしさから、人身いけにえ、貢物を行うこともある。この村では何も知らぬ観光客をいけにえにしていたのだ。私は目の前で無機質に積んでいるミイシャ、 尺児様の姿を佇たたずんでいる尺児様の姿を見て、そこでようやくここから逃げ出すことなど不可能だと思い知った。私は恐怖で泣き叫びそうにな、泣き叫びそうになりながらも、自分が今できることを、今できることを我がましらに模索した。 もし村の連中が毎年こんなことをやっているなら、きっと来年も犠牲者が出てしまうだろう。それはもし、もし、かしいたら防ぐことができるの、できるのではないか。しかし、私がメモやヒントを残したところで、村人に処分されるのがオチだろう。試行錯誤の結果、私は最低最悪な方法で、 手がかりを残すことを残すことに決めた何最低最悪って3月とか取引は成立したいくら私が未公だと言っても強大な力を持つ到着心にこの取引が通じるか不安だったのだが存外うまくいった。 自分が巫女であることに感謝したの,したのはこの日が最初で最後だったかもしれない名も知らぬ次の犠牲者よ。ミシャグジ様は子孫繁栄の神でもあるんだよ。自分が生けとなって取引は成功した。 アート書き脱出モップ年ごもり最後までプレイしていただきありがとうございました謎解きやカラクリを作るのは苦手なのでストーリー重視で制作してみました楽しかったではい私はドロドロしていて少し陰湿な階談話が好きなので そういう雰囲気が醸し出せるよう頑張ったのですがいかがでしたったでしょうかわかったね。まあ雰囲気ホラーだから。あなたがお参りに行く神社では一体何の神様が祀られているんでしょうかそうだね。いまいち調べてもありかもしれないね。あれ こんなとこにルーペ使う場所があるじゃんなんですかテレビかアナウンサーが慌ててニュースを読み上げているすで某集落の謎の変死体ムラゼンが圧死は災害集団のあ俺が取引したってこと最低最悪な取引ってこういうことか 村全滅させたってことか、これでも誰も来ることはないっていう、それがこの大抵最悪な方法ってことか。村人全員殺せよみたいな。こいつら全員生贄だぜっていう話、村人全員が。だからさっさとやってくれっていう。 これが最低最悪な取引。うんいや、なかなか考えさせられるね。神社、何が祀られてるか、いまいち調べてみる。それもありかもしれない。というか、調べてから行こうぜっていうかにな。はーい、これで、暗辺の脱出マップではあるが、なんか、 ものすごく考えらさせられるようなマップ、年ごもりでした。難易度も、まあヒントブックがあるからね。いい感じ、いい感じね。はい。最後まで見ていただいて、ありがとうございました。